ビクトル・エストレイラ・ブルゴスは、ドミニカ共和国、サンティアゴ・デロス・カバリエロス出身の元男子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス43位、ダブルス135位。身長173センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。日本語では、ビクターには、ビクトル、ビクターなど、エストレイラ・ブルゴスは、エストレイラ・ブルゴス。 エストレージャブルゴス、エステラブルゴス、エストレラブルゴスなどの表記が存在する。ドミニカ共和国初の ATP ツアー優勝者であり、シングルスで3勝を挙げたが、そのすべてがエクアドルオープンでのものである。エクアドルオープンでは、初開催の2015年から3連覇を成し遂げ、16連勝を達成した。2002年にプロ転向。 経済的に行き詰まり一度は引退するも2006年に現役復帰。その後も2012年に右肘の故障で離脱するなど苦しみながらも地道にランキングを上げ2014年3月に33歳でトップ100入りし2014年全仏オープンで4大大会初出場を果たす。大会史上最年長デビューとなった2014年全米オープンでは グランドスラム初勝利を果たすと、2回戦で17歳年下のボルナチョリッチに勝利、3回戦で第5シードのミロシュラオニッチに敗れたものの、3セットともタイブレークに持ち込む前線を見せた。2015年ミクアドルオープンで ATP ツアー初の決勝進出。決勝でフェリシアーノ・ロペスに62、67、76で勝利し、ツアー初優勝を果たす。 34歳6ヶ月での ATP ツアー優勝は ATP がオープン開後初優勝としては当時の最年長の記録となった。この優勝で48位になりトップ50入りした。前回優勝者として迎えた2016年のエクアドルオープンは2年連続で決勝に進出。決勝でトマス・ベルッチに46、76、64で勝利し大会2連覇を果たした。 2017年もエクアドルオープンの決勝に進出し、決勝でパオロ・ロレンツに67、75、76で勝利し、3連覇を果たした。2018年のエクアドルオープン2回戦でついに、敗れ、世界ランキングもトップ100圏外となってしまった。その後も結果を残せず、年間最終ランキングでは278位まで落ちた。2019年は、 チャレンジャーツアーの未出場したが、早期敗退に終わり、10月に、故郷、ドミニカ共和国で開催された、サントドミンゴオープンで引退。最後の試合となった二回戦で敗れると涙を流し、試合後にはセレモニーが開かれた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。